ザコが。ああ、1万4000ゴールド手に入れた。おし。もう経験値いらねえから、これ金に変えてくんねえか。4万4000ゴールドに変えてくんねえか。よーし、いいね。完璧。やりてえ放題。最強。ベロニカ49歳。やべえだ、もう閉経してそう。マルティナ47歳。熟女。杉本彩。神47歳。はい。いいね。アラクラトルを倒したうんこちゃんと仲間は操られていた闘士たちと共にグロッタの町へと戻った。バッパンバッパン。危なかったな。まあまあこんなもんよ。さてと、俺一人じゃみんなを助けることはきっと無理だっただろう。ありがとうな、全部お前のおかげだぜうんこちゃん。お前ちゃんとあれだな、 R18 乳首だけ隠してんな。恥じらいを感じる今のハンフリーからは。相変わらず孤児の経営は楽じゃないし、大したものを用意したわけじゃないが、よー、8万ゴールドぐらい。クリスタルクロさあみんな、今宵最後の大勝負と行こうじゃないか。夜か、カジノ日和だぜ。焦るな、ここで焦ると月が逃げてしまいそうだ。集まるんだ。現在の金は1万5000ゴールド。ポーカーやるには十分だ。操られたやつだから俺もらえる。悪い、我慢できねえ。俺コンビニで買った弁当、コンビニで買ったパンをコンビニから出た瞬間に食べるタイプだから、もう我慢できねえ。バカがや、くだらねえもんよこしやがって。助けなきゃよかった、ハンフリーなんて。死ねばよかったのに、あそこでハンフリーが。何がクリスタルクローだよ、プラスチッククローだろうがよ。2万ゴールドぐらいで売れると思ったのによ。さあ今宵最後の大一番と行こうじゃねえか。あいつでもなんかさ、雲と戦ってる時を一ターンだけさ、300ぐらいダメージ与えてたよな。300ぐらいダメージ与えてたよな。あの時何か殻を、俺には待たしてる相手がいるんだな。やるか、ボケが。次はてめえがかもられる番なんだよ。ああ、増やしちゃった。匂うね。はいはい。これ匂うな。よし、これでやめる。さあ、6800。死ねえ、バカが。聞いてんのか、話。おお、なんだこれ。女王の手袋。よし、売りに行って恋にしよう。すぐさま。か。わあ、はい、終わります。はい、終わらせまーす。はい、ここで、あと3回ダブルアップしまーす。はい、3回ダブルアップして終わらせまーす。はい、本流が来ました。はい、1回目。はい、楽勝。楽勝で勝たせてよ。よっしゃ、楽勝。はい、楽勝。はい、2万。はい、次で4万で6万5千。あと2回やるからな。
誰が何と言おうと俺は止まらねえ。誰も俺を止められない。さあ次勝ったら10万ゴールド行くぞ。はい次行きます。はい行きます。行きます。かーしゃあ16万。おい銀龍倒せんぞ。おいおい母ちゃん銀龍倒せんぞ。母ちゃん銀龍倒せんぞ。おいよし巨万の富を得た。ビギナーズラックがねバカタレ、お前いくら負けてんと思ってんだよ。お前今日3時間で22万負けてんだぞバカタレが。簡単に言うな、ラッキーでしたねなんて言うんじゃねえ。どれだけの思いが俺込められてると思ってんだこのポーカーに。家族か、お前親父の形見売ったんだぞバカタレ、てめえパパの形見売ったんだぞ。おいお前ら、おいチップくれてやるよ1万ゴールドぐらい。おい止まれよ、おいそこの挑発。おい、ここに、おい、チップくれてやるよ。賢者の生成石、ここに置いとくから、みんな、拾いな。俺、金で買えるから。うん。拾いなさい。そこの汚い老人。あ、おい、汚いババア。おい、お前、年金暮らしだろ。ここにさ、あれだよ。特約層よ、3つほど捨てとくから。拾いな。売りなさいよ。適当に。な。そこの老人も。ほら。広いな。なんか お前はちょっと金に困ってそうだからよ、金目のものを置いといてやるから。拾いなさい、その汚らわしい賢者の聖水を2個ここに置いとくから。拾いな、口で拾いな。ほらお前らのような薄汚い庶民は俺に話しかけるな。おい飛行機呼んでくれ。くだらねえよ、俺自分の足で歩きたくねえ。飛行機呼んで、飛行機。俺ルールは使いたくない、 MB がもったいないから。タクシー呼んでくれ。おい自衛護のジジイにもあれしに行こうぜ。あいつなんか風邪ひいてんだろ、体調悪いんだろ。俺がなんかおガチャンって。さあ行こうか、グロッタの街に行こうか。お金返しに行こう。まあ正直者は救われるんだな、最後の最後には。ルーレットで倍にしろ。おい10万ゴールドよ、36倍にしようぜ。おい360万ゴールドぐらい稼ぐべえよなあ。そしたらもう一生遊んで暮らせんじゃん、完璧じゃねえか。上限2000なんてお前クソみたいな耳っちい額じゃなくてよ、くだらな。おい全部、おい全部6回全部さ2000枚ゴールドかけたら損しないよね、36倍だから36かけないです。一回それで遊ぶべ。そうすべ、富豪の遊びをしてやろう。35点掛けしよう。おてかさ、34点掛けしていけばよ、確実に増えていくんじゃねえのか。なんだこの楽勝、なんだこの諸米システムはよ。おいよこせ、やしいな。金塊こんな高いの、俺ちょっと待って、俺金塊5000ゴールドで売ったんですけど、金塊には10万ゴールド10万枚の価値があったと。いたちごっこだな、この金塊買うわけよ。その5000円を片手にメダルを25枚買うわけよ。それコツコツ増やして金塊を買う。悪くないんじゃないの。子役カウンターってなんだ、玄魔の盾のレシピ、メタルのかけら、あー取っとこうか。いやー
最高だ。最高の一日だった。あ、危ない水着欲しかったね。いやー、今日は気分よく寝れるぜ。初めて勝った。やっぱ金だな。お金はいいな。裏切らねえな。ああ、セーブしよう。震えるわ。だから俺と遊ばねえか。おう、神の大事な探検一個捨ててやるよ。それを捨てるなんてとんでもない。はっ、確かに俺は間違っていたのかもしれない。神に謝らなきゃ。太陽の神殿にあるのと同じ内気がそうだそうだ、俺は苗木を見つけなきゃいけなかったんだ。俺はこの5時間何をしていたんだ。何かに取りつかれていた。俺もまたザラクラートロに見せられた人間の一人だったのかもしれないな。俺は一体この5時間何をしていたんだ。明日こそしっかり進めようなストーリーを。